はい、ダメさまちゃん。合コンの主幹事、大体ただのいい人で終わる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今日本当にすごいですよ。はい、すごいっす。DJ コウさんです。ヒー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  DJ コウさんございます。ヒーヒーヒー。Hey everybody, put your hands up。 長いな。長いな。いや、すごい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に。めちゃくちゃ嬉しいです。本物っすよ。本物。やばい。本物が来た。オーラエグないっすよ。オーラエグいです。六本木で見たときすごかったの。周りの人がこうやって避けてたもん。六本木で見たとき。すごかったですね。いやいや、ほんとにすいません、お忙しい。いやいや、ちょっと今日俺、お願いがあってきた。はい。お願いがあってるのは提案ですけども、はい、実は、はい。え、何今の顔が何今の顔が、ピースピース。二代目、ラファエルに、私を。ありがたいです。いや、ほんとにそれ、ちらっとお話聞きましたけど、ほんとにそれいいんですか？いや、ぜひともそこはもう。めちゃくちゃありがたいですよ。めっちゃありがたい。もうちゃんと、ラファさんになりきります、私。ほんとですか？え、それでも、コウさんってこういうイメージとブランディングありますから、ちゃんと加盟してやれば多分分かんないと思う。そんなこともなくないんですか？声がハスキーですし、そこは仮面かぶってれば、はい、そこまで声はね、分からないから。分かります。じゃあ、どうサングラスとかなの？でも普通にさ、いつもイエイイエイってやってるからどうしてもそういう感じになっちゃうけども、そうじゃなくて、普通にそれは出しちゃダメですよ。出さないで、はい、あ、2代目ラファエルっていう感じで、はい、ちょっと渋い感じで。本当ですか？そんなありがたいことがあるんですね。いや、多分できると。いや、嬉しいです、思います、僕。じゃあ、2代目ラファエルということで、ちょっと僕らの企画があるんですけど、はい、普通に2代目ラファエルと紹介動画とっても面白くないから、うん、せっかくやからやっぱりドッキリみたいなしていきたいなと思うんですけど。なるほど。例えばなんですちょっと今日用意してるのが、はい、2代目ラファエルが、はい、鉄板焼き屋さんみたいなとこに行った時に、そこの大将がラファエルやった時の一般のお客さんのリアクションというか。なるほど。そうです。え、飯で普通にラファエルさん作ってるみたいな。あー、なるほどね。そこでなんかトークありき、一般人をドッキリするみたいな感じの、はいはい、そういうのどうですか？任してくれ。なんかもう、大丈夫ですよ、今の。入ってきた。ああ、早い。もう入ってきた。やっプロやで。なるほどね。こういうことやっちゃうとダメっていうことだね。そうそう、そう。あ、コウさんの PR じゃないんで、ラファエルとして。ラファエル、こんなことやんないもんね。いや、今やらない。しかもそれでちゃんと鉄板焼きの大将だから。そうです。大将がラファエルをやってるっていう。なので、両方演じると。しかもワンチャン中身こうさんっていうのはもしかしたら、でも分かんないですから、あの、カッコやったら。確かに。ターゲットが一般のお客さんですね、今回は。一般のお客さん。一般人のお客さんがこう来るところターゲットなんで。なるほど。オッケーオッケー。大丈夫ですか？大丈夫。お願いしちゃって。シミュレーションしてるんで、もうしっかりと。うわ、すごい。任してくださいとかやっちゃうんだよね。絶対ダメです。絶対ダメです。怖いですけど。封印します。じゃあ、それでよろしくお願いします。お願いします。本日行きます。お願いします。はい、どうです？来ましたけど、はい、趣旨分かってますよね。へいらっしゃい。へいらっしゃい。いや、確かに確かに。ちょっと、高山種出すぎ。いや、なんでだって。出すぎですよね。二代目、やってくれるんですよね。二代目やってください。いや、お願いしたいです。お願い。ぜひぜひ、それはもう、そんなありがたくないですから、本当にお願いしたいんですけど。いや、なんか、もうちょっと、まあまあ、でも、そうか。おしゃれ、おしゃれやけど、まあ、そうか。おしゃれ、おしゃれ。まあ、絶対それやらんといてください。もう言うて、お客様が、予約のお客様入ってますんで、こう来ますから、来た時にもう普通に、まあ。営業中でやるんだね、普通にね。そうですよ。そうか、そうか。そこでちゃんとやるってことか。そうです。もう来るんで、奥から料理を出しますんで、そのままこう、出していただいて、ラファエルがやってるっていう、ラファエルがやってるっていう。2代目やってる。で、なんか言われると2代目なんですっていうことで。これだとでもやっぱりまだあれなのかな、ちょっとね。まあそうですね、結構まあでもギリギリ。まあ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 。一応格好はでもラファエルかなっていう感じなんで。もう振る舞いでいけそうですね。まだ。そうですね。まだ。こうやらなければ、ヘイとか。やらなければいけそうです。はい、いけますね。で、こんな感じでよろしくお願いします。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 
いらっしゃいませ。どうもお通し中です。こちらお通しでございます。イエース。あかん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 声でめっちゃでかいの出てましたね、うん、うわーちょっとテンションちょっと2台ぐらいで出てましたね。完全もうこうってなってましたね。今極まっちゃって極まっちゃってくださいありがたいんですけど、あそうか、いやお願いします。それ完全 DJ こう打ってましたよね。そっかブースじゃないよね。ブースじゃないですよ。そうかそうか、そうか、一発目から言ってましたよね結構、はい、ちょっとそこお願いしますよ、はい、それじゃないんで普通にやってください。普通に普通には一般的な会話楽しめないのでお願いします。あ、どうぞお召し上がり、お召し上がりデューダンス、はい、どうぞ。もしよかったら食べながら、ほらどうしよう。プッシュインザプッシュインザプッシュインザそういうことじゃないですよ。バーってなっちゃったんですね。人数は分かるんですけど、ラファエルでやっていただいてますんで、DJ こうめちゃくちゃ出るから。でも2代目ラファエルって感じではない。やりきって、2代目ラファエルではなかったです。全然バリバリ DJ こうです。プッシュヘンズアップって言いましょう。そっか。なんてなさい、今。プチヘンザーブ。プチヘンザー。プチヘンザー。それでお客さんも一緒にプチヘンザー。これはいいコール&レスポンスだから、ラファさんが、あ、いいねって言うかなと思ったんだけど。いやいや、違いますよ。2代目ラファエルでやってほしいんで。お客様に2代目ラファエルのものを通せるかどうかの企画ですから、ね、ある意味試験なんで、そういうことです。もういきなり DJ こうで、このお客様にはバレたんで、このお客様終わったら、次のお客様の時にもう一回チャレンジします。そうですね。ちょっともう一回考え直していただいて。はい、時間を。イーさんも同意見今のは。あ、もうラホさん同意見です。仙台同意見です。そうでしょ。逆に同意見じゃなかったから。お願いします。ちょ、一旦、次のお客様で。一旦退場。はい。ね、1時間ぐらい経ちましたけど、コウさんの、あんな感じだったんで、はい、またお客様呼んでるんで、そこに、2代目ラファエルでいいんですよ。もうそうですね、ラファエルってドッキリも兼ねるんですけど、ラファエルで突き通せたらそれは試験 OK ですから、はい、今のお客様でももう座ってると思うんです。はい、すいません、忙しいところ。大丈夫ですか。すいません、なんかもう経験したことないんで。コウさんがふざけちゃうんですよね。めちゃめちゃ怖いで、優しいって言う。優しい。痛みめっちゃ怖いのに優しい。怖いですか。怖いでしょ、どう考えても。全然普通なんですから。喋りにかったでしょ。そうか。喋りにかったっすよ。みんなお気になさらず。ありがとうございます。絶対違って。絶対違います。いきなり、ダラッ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 落とし、ダラッ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 落とし、イエーイ。ちょっといいっすか、落とし、イエーイ。全然
ラマさん、ごめんなさい、今ね。ごめんなさい、ごめんなさい。おーし、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 遠いっすね、さっきより遠いっすね。さっきより嘘だいぶ遠かったちょっと、こんなことない頼ってるだけじゃないですか。うーん、分かんなくなっちゃって、なんで、なんで分かんなくなるんですか。えだいぶおかしいっすよ、こんな、ほんとにお願いします。やっぱカッコも分かりました。もうカッコはこれでいいんで、やっぱこうだ、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 このままでいいんで、はい、お通し、今2個出たんですか。ごめんなさい、2個です。ごめんなさい。じゃあ、4名様いるから、残り2個出すところある。これ、ちゃんと出ください。本当は全してました。はい。お願いします。はい。お願いします。お客様なのに、そうです、そうです。それをもう、でも、おいじゃないよね、イーさんね。いや、全然、そういうことで、2個じゃないですよ。全然言うときに完全にコウさん宣伝してるやん、これ。完全に新しいチャンネル始めたんですって、またね、再スタートしたということでね。皆さん見て、見てあげてください、本当に。面白いチャンネルになってると思うんで。お教室に2個にやったらこれ持ってるんですよ。そこじゃない、それじゃないんですよ。メイクサーマイスイエーイ、お待ちどうさまでございました。2個で不安だったんですよ、ですので。呼んでこい。騙し通せるかですから、はい、思いっきり DJ コウさんが全面に、ラファエルの前に出ちゃってるんで、格好かなぁ。いや、全然、目立っちゃってるんですよ、ぶっちゃけ。目立っちゃってるんですよ。なんで、そこだけ本当に、ちゃんとやってほしいです。お通し2個で不安だったでしょって言ってましたからね。不安だったら、まあ、言えへんしね、大将、絶対。それもそうやし。お願いします、もうここのお客さん。ザラザラ鳴ってても DJ コーダーって鳴ってたんで、もう今からもうだ、ここも無理ですよ、使えないから、ね、また次の最後またお客さんもう一組次来てるんで、じゃあちょっとちゃんともう一回言い直すと、はい、言い直すとって変な言い方ね、考え直すと考え直してもダメなんだよね。ダメです。だから、ラファさんにちゃんとなると、そうです、それとあくまでもお店の大将である、そうです、お店の人っていうこと、お店の人がラファエルだったっていう、だったということで、ね、うわラファエルやって言われたらもう勝ちです。よし、最初からそうですよ。打ち合わせしてて、あんなに打ち合わせして、分かりました、勝ちです。逆に会社に問題があるんだ、今伝わってへんから。OK です。あ、分かってもらったんですよ、よかったです。もうそういうことなので、分かってもらってよかったです。こちらの説明不足もあったんで。もう一回チャレンジさせて。はい、もう一回チャレンジです。お願いします。きれいに、はい、きれいにいきますか。OK です、OK です。じゃあ、一旦待機でお願いします。はい、はい、ということで、ね、3組目のお客様来たんで、今度こそね、DJ コーさん、しっかりラファエル2代目としては試験ですから、うんうん、はい、やっていただきたいと思います。次何かあったら、もう芸能界の人と二度とコラボせえへんと思います。僕はラファエル。
って。いいことするのかな。なんで？すいません、ちょっとすいません。え、すいません。いやいやもう逃げ怖い見た目どう見てもいや違う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 って言うと名前めっちゃ雑になってたから乗ってるだけですやんこれもうえなんであなんでじゃないってもう DJ 怖いじゃないですかこれ違うってそれ考えも派手すぎるしもう派手ちょっとシンプルに行こうと思ったんだけど全然2代目やるつもりないじゃないですかいやいやいやあるあるあるないでしょ、今の言い方チク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 チいやいやいや、2代目ちゃんとやってほしかったんですよ、僕は。2代目のラファエルとして演技、それやってくださるっていう、え、そんなことあるんやと思って、うん、バリバリ DJ コンサートの、もう、完全の宣伝やん、こんなんいや、そう、そんなことなかったんだけどな、だって。たまたま世代だったんじゃないですか、だって。仮面乗せてただけで、祭りのおメインや。いや、そんなこと言ってまた。あんな仲良かったのにどうしたこれはダメです呆れてますよこれはダメです呆れてますよほんまにこれはダメっすよもうちょっとダメですねこれ企画的にそうですね企画的にもう無理じゃないですかもう今のお客様も一発目でバレたしそうっす確かに確かに、うん、一発バレてましたからお通しの数も合ってたんだよなそこちゃうってだからそこちゃうねとりあえずもうこれ企画的に厳しいんで厳しいですねはいまたちょっと違う企画でこれは普通にコラボしましょうじゃあ普通に DJ コウさんと確かに確かにそれはいいっす、はい、DJ コウさんの方の動画でも僕出させていただいてるんで、はい、ちゃんと同時に上がってると思いますので、うん、見ていただければと思いますけど、はい、またなんか違う企画で確かにあじゃあ2代目ドゥダンスはラファエルちゃうよディアスがないダメないっすねそんなそんな曲が出ないそんなフィエンダムカつくわめっちゃムカつくピエンだめっちゃムカつく TT かそういうことかが残念すぎるなめっちゃムカつくいやまた次回くらいはい、お願いしますお願いします